ピアノ三重奏曲と、蝶々は、ドビュッシーが18歳の時に作曲した、室内イラク作品である。ルシュール番号は、L5。1982年に、ドビュッシーの弟子であったモーリス・デュメニルの遺産から、発見されるまで、この作品の自筆譜のほとんどが失われたものと、考えられていた。自筆譜の表紙には、ドビュッシーの家政法の詩であるエミール・デュランへのが、 記されている。1986年に初版が出版された。左から、ピョートル・ダニー・リチェンコ、ブワディスワ・フ・パフルスキ、クロード・ドビュッシー。1880年の夏、18歳になった、ドビュッシーは、チャイコフスキーのパトロンであったフォンメック夫人の長期旅行に、自分の娘の音楽講師と、ピアニストとして同伴した。長期旅行では7月下旬に、 スイスのインターラー県8月にはフランスのアルカションを経由して9月からメック夫人の別荘があるイタリアのフィレンツェに長期滞在していた。ドビュッシーの仕事の中にはメック夫人とのピアノ連弾や夫人が雇っていたポーランド人のバイオリニストでチャイコフスキーの弟子であるブアディスワフ・パフルスキと作曲をすることも含まれていた。他にも チャイコフスキーの公共曲第4番を夫人と一緒に、独婦したり、後に、チャイコフスキーの、オルレアンの乙女をピアノで独婦した。ドビュッシーはチャイコフスキーからの影響を受け、10月に、チェリストのピョートル・ダニー・リチェンコが、メック夫人の家に加わった後に、ドビュッシーは11月まで滞在し、メック夫人により、トリオが結成された。長年、ドビュッシーが1880年の夏のうちに、 作曲した作品のうち発見されていたのは、ボヘミア部局だけだった。メック夫人は9月8日付のチャイコフスキー宛ての手紙の中で、この作品が作曲中であることを言及している。そのうちの第一学章の主公夫と、ドビュッシーの未亡人にエンマ・バルダックが1920年代後半から1930年代、初頭に参一させた、全学章のチェロパートのシャフのみが残されていると、 考えられていた。しかし1982年に、ミシガン大学に依存されたピアニスト、モーリス・デュメニルの論文の中から、エンマからデュメニルに与えられていた残りの三楽章の、ドビュッシーの主候補を、音楽学者のエルウッドダーにより発見された。だが、第四楽章のうち25小節だけが紛失しており、チェロパートのシャフを骨格に全曲が再構成された。 1986年にヘンレ社からエル・ウッド・デアの編集により初版が出版された。バイオリン、チェロ、ピアノ作品は4つの楽章から構成されている。アンダンティーのコンモート・アレグロ・スケルツをモデラート・コン・アレグロ・アンダンテ・エスプレッシーボ・ボフィナーレ、アパッショナート演奏時間は20から25分程度。1984年、音楽評論家のハロルド・シー・ショーンバーグは、 この作品の初期の録音について次のように書いている。この曲は初期作品だ。学友にこの作品の作曲家が誰なのか聞いてみるのも楽しいかもしれません。この曲にはドビュッシーを示唆するものは何もありません。甘くて、感傷的で、甘美で、まるでサロンのような雰囲気を醸し出しています。2012年、BBC の評論家のシャーロット・ガードナーはこの 作品の後の録音について、次のように書いている、ドビュッシーの10代の頃のピアノ三重奏曲は、あまり日の目を見ることがありません。しかし、この曲は楽しく聴くことができ、第二楽章のピチカートは、弦楽四重奏のそれと比較して見るのも面白し、ブロドスキー弦楽四重奏団とピアニストのジャン・エフラム、バブゼは明らかに楽しんでいる。彼らは、この作品の、ゆったりでロマンティック、 そして多くのパッセージで見られる美しさ、軽やかでクリアなテクスチャーの多くを作り上げている。ありがとうございます。